どんな感じの発注で行ってたんですか、その当時って。なんかとりあえずあの強いのを作れみたいなテンションで、むしろ僕普段からあまりこう強い音楽では求められないので、世の中の強い音楽がだんだん僕の方に寄ってきてくれてるみたい で、はい、でその中の一つとしてしっかり制作されていただいたんですけれども、やっぱりなんだろう、ライブ映えする曲っていうのはもちろんいただいてて、まあ、ライブ映えするんだったらなるだけその激しい方がいいだろうとも思うし、なんだろう、お客さんも手を挙げられる感じでいいだろうと思って、やっぱり速い強い、速い強いをもっと制作させていただきました。その僕自身音楽作るときにあんまりこのなんだろう、初めて一緒にやらせていただく人のことを調べすぎちゃうと、そこで合わせに行っちゃったり、こういうグループなんだと思ってそこに寄せていっちゃったりすると、なんか音楽的に面白いケミストリーってどんどん減っていっちゃうと思うんですよ。合わせに行けば合わせに行くほど平らな音楽になっていくっていう、まあ、だったらもっと尖ったもの、面白いケミストリーを生み出すために、なるだけ初めてやるアーティストさんっていうのは知らない状態でやるのがいいかなっていうのをすごく思ってくれるから、でそこから何回かやらせていただくうちにもっとお互いのこういう部分を知って、でいい音楽がどんどん作れたらいいねみたいなことを考えてやらせていただくことが多いです。楽曲の方聴かせていただいて、もちろんこの曲を作った後に聴かせていただいて、ああそうですか、そうなんです。で、あの本当に良かったのかなって未だにやっぱり思ってるんですだいぶ毛色違いますよね。そうですよね、はい、でもこれがもしかしたらあのライブでやっていただいてお客さんが上がれる曲になったらいいなと思いますし、うん、まあ、どういう風な扱い、どういう風な囚われ方になっていくかわからないですけれども、いいケミストリーが生まれることを僕は願ってます、とりあえず、はい、めちゃめちゃライブ見たいです、とりあえず。お、めちゃめちゃ見たいです、どういう風になるのかっていう。実はもう結構披露しちゃってます